こんにちは。ここはケルム火山です。貴様、何の冗談だ。死に損なっておかしくなったか。いやいや、幸いこの通り全力で普通でございますとも。さてさて、後ろの方々はご家族？確かに身元がそっくりですピャロよ。うわ、やっぱ全然話できないわ。あんたね、一回会ってるじゃん。ほら、西の戦場で。西ね、太陽が昇る方向じゃろう。とまあ、小粋なジョークタイムはここまでにしてだ。お前らの鼻に浮いた油を見ると一時欲求を満たしたくなったポン。さあ、楽しもうぜ、エンジョイ。なんて下品な方、想像外ね。そこの娘さん、想像力が足りんな。そして一時欲求って何ですのって聞いてくれないと話が進まんぜ。正解は食欲と海水浴と殺人欲。そういうわけで全部満たしていいですか。いいですね。俺としたことが、以前こいつの脳天に弾をぶち込むのを忘れてしまっていた。今度は手抜かりないようにせんとな。さあ、そのよく動く口、永久に動かんようにしてくれる。いや、あ、こいつ間に入りよったで。キュピーン。貴様のような下道の相手はいささか腹に持たれる。とっとと死ね。ユランダル、とどめだ。魂すら切り裂いて天聖の輪廻から外してくれる。抜かせ、てめえこそ真っ二つにしてやる。ゲイボルグ。どなた様？あ、ひょっとしてデュランダなんとかさん？君もバルカンの地に惹かれてきたんだろ。さすが古道廃道族同根だな。黙れ、耳が腐るぜ。俺を同族なんて呼ぶな。再会を喜ぶ俺でも、すぐに悲しみがやってくるのでした。なぜなら前世で敵同士殺し合う宿命なのです。宿命、そうだな。バルカンの後始末は息子の俺の宿命ってやつだ。そりゃなんだっけ、今のお前の名前。出来損ない？武器のくせに命のやり取りを楽しめないっていうのは立派な病気だな。魔装ゲイボルグ、俺がバルカンの名にかけて貴様をへし折ってやるぜ。こいつも転生者だなんて。
リカルド氏のおかげさまで俺は本当の自分に気がついたんだよ。渋川がペロリとめくれて大人になったってところさ。やっぱ俺が血を欲するのは理由があったってわけだ。その後もおかげさまでブタバルト氏にスカウトされ毎日流血三昧でさ。ブタバルドってひょっとしてオズバルド？ブタバルド？いや、なんとかバルドだったような。あー、まあ、そんなことは今度でいいや。とにかくだ、ほら大地の声に耳を澄ませてみると聞こえてこないかい？お前らを殺せってな。もう貴様の話は聞き飽きた。なんかこいつしんどい。そうね、エル、相手しちゃダメよ。知性が低下しかねないから。スパーだ、さあやろう。ああ、行こうぜ。さあ来いよ殺人鬼。俺たちを生み出したバルカにこの戦いを捧げようぜ。お前の死に様をな。行くんだ、プー。んで、お前ら誰だっけ？エンダリアン。さあ、これでこいつとの縁もおしまいだ。リカルド、とどめを頼む。仰せつかった。では、動くなよ。よし、聞くんだ、良い子たち。こういうのはどうだろう。
俺の命を助けて仲間に加えるという案は、はあ、今時感たっぷりな展開じゃないか。聞こえない、聞こえない。ほらさっさとやって。イディア、あなたも変になっちゃったの？こいつの近くにおったら頭ん中汚染されんのとちゃう？早く駆除せえへんと。君の案、女性陣は否決しているよ。きっと却下されるね。おいおい、俺の脳内会議では過半数で可決なんだぜ。矛盾矛盾、大いなる矛盾だ。俺を許すとあれよ、甘い汁吸い放題だよ、社長さん。甘いのなしかし、コーダは甘いの好きだぞ。だろ、君の飼い主たちは甘味の素敵さを知らないんだ。説得してもらえないかい？ネズミに何を吹き込んでんのよ。もう待てない、引き金なら私が引く。ああ、好きにしろ。よし、案その3だ。ん？その2はどうしたっけ？いや、そんなのどうでもいい。この情報を聞けば、考えはコロリと変わる。山の天気のように！イリア、リカルド、弾は入ってるか？万全だ。持ちよ！また、また、言うから、言うからさ！坊や？ちょっくら耳貸して、返すから。僕？ほら、聞いてくれ。肉に刃が食い込む音を。しまった。何の野郎！ルカ君、しっかり。俺の次の登場はもっと後だ。そして楽しみは後々まで取っておく、そういう子なんだよ俺は。忘れないでくれよ平明、また面白おかしく血祭りにあげて差し上げるですよ。知らん知らん、そんなんどうでもええねん。ルカ兄ちゃん大丈夫か？これはひどい。応急処置を早く町に運ぼうよ。俺のせいだ。とっとととどめを刺しておけばルカはこんな目に。エルフォルマ、後悔など後でしろ。単価を組む、手伝え。アニーミは大きな布を用意しろ。セレーナはそのまま応急処置。ラルモとコーダは邪魔をするな。わかった、ルカは絶対助ける。当然だ、ほら火を探せ。Yeah!
Come on!
よこら。新人剣、新人剣、ほら行くで。新人剣、これ。